演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのアンノーニのクレープを食べたいと思います。この中でアンノーニのスイートポテトが入っているみたいですね。見てください、すでにスイートポテト君が待ちきれずに顔を出してますよ。でもこれさすがに中身割るとアウトですよね。なのでこのままいただきます。この安納芋の味本当にすごいです。スイートポテトはちょっと固めで食感も楽しむことができ、クリームにも安納芋が入っていました。なので、安納芋の甘さを口中で感じることができてとっても美味しかったです。クレープ生地も程よい食感で、安納芋の味わいにアクセントを与えていました。なので、こちらの点数とさせていただきます。では。私を驚かすのはカタツムリ。そして、カタツムリの驚く人って言うのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。